桶狭間における今川義元の大芝、関東の雄たちを動揺せしめた。上杉謙信は幕府より慣例の叙任を受けて大義名分を得ると、関東制覇に本腰を入れる。背後の憂いとなる宿敵武田信玄を討つべく兵を挙げた。川中島を挟んでの四度目の対峙、互いを宿敵と認め合った両雄は、ここに雌雄を決すべく馬腹を蹴った。第5話、第4次川中島の戦い。我ら武田川はこれなる海津城に陣取り、敵謙信はこの西条山に着き、まず味方を二手に分け、本隊を西条山に面する八幡原に伏せます。しかして別動隊が野院に乗じ、西条山の謙信を後方より奇襲します。さすれば別動隊に疲れた謙信の軍が西条山を追われ八幡原に出てまいります。そこを八幡原に伏せていた本隊が撃つ。今日疲れし謙信の軍が回覧。キツツキ作戦見事じゃ。直ちに兵に食事を取らせ、出陣させよ。共に戦うのは初めてですかね。俺は島佐子。さてこの戦場に、おこと何か探し物かね。この戦で見つかるとよいがの。破れたり敵襲！謙信得意の車がかりの陣よ。別動隊が戻るまでざっと二時、全軍に命ず、生き残れ。
逆手に取って剣心を撃っちゃうのも手くらい。あなたは三者さんの敵を抑え、真実本体との敵を阻止なさい。この気迫で進む。立て通りの活躍だ。宿敵との闘争は許す。一時の猶予を与える。どうどう博多は元気が良いな。おかげでどうにかしのげたぞ。この企画で進む。見事な馬だらけよ。敵将撃ち取ったり。なんて強さだ。あっぱれなものの不要の引き付き戦法、俺は秀逸だと思ったんですがね。しかし剣心が上回った。運命だな。それはどうしても知りたいですな。しかしこっから立ちに持っていければかっこいいだろう。敵将撃ち取ったり。強い。これはかなわぬ。見事我らも続かねば。いや100年目よ。敵将撃ち取ったり。なんて強さだ。預金無視じゃ、相手になろうぞ。行きますか。ロキン武者じゃ、相手になろう。出会ったが100年目よ。無事の本当に天気が来た。我らを舐めたでしょう。
ましたよ。を引き寄せるのじゃ。この企画で進む。年寄りを使ってるんだ。見事な部働きを。みんな、天使が再び現れるまで引くことはなりません。どう上杉にあり、どういう正しさを示すのです。あっぱれなものの不要の千十円後まずいのどうわっ、うわが台無しじゃよ。軍神に破れ恥じることはありません。武田の策見事でした。胸を張ってあなたは先だった仲間のもとへ行きなさい。身の方を知りなさい。
剣心。一旦武田の意地見せつけちゃったな。さて大詰めに向け士気を上げねばの。若者に張り切ってもらおうかね。ねばの。戦救援攻。こりゃ苦戦必至ってやつかね。愛者に不足なし。いざ。どうする。撃ち取ったり。強い。これはかなわぬ。見事我らも続かねば。信玄公と剣心公その強さの秘密ようやく見えてきましたよ。ご両人とも志が強くて大きい。腕っぷしや軍略だけじゃああはなれない。敵将撃破開門。勘助、おことの策が敗れたは時の運。死して償おうなど思うてはならん。死んで終わりなんてつまらんや。生きてわしを助けるよいな。もったいない。生きて親方様をお助けいたしまする。この気迫で進む。死には帰る。おお、ちょうどいい。手伝ってくれ。こいつは手詰まりか。敵将撃ち取ったり。なもんじゃ。急げ。勝利が見えてきたな。信玄公かっこいいじゃないですか。じゃろ。良き戦なり。今こそ闘争の神髄にて答えん。
つの日か再び軍略を競わ。またかね。もうわしお腹いっぱいだよ。その働きは大きかった。感謝しとるよ。これでまた王道を行くことができる。で支えられとるか知っとるか、民じゃ。そして戦は民が死ぬ。故に武は私欲のためにかざしてはならん。その武で志を掲げねばならんのじゃ。民のため乱世を終わらせ天下王道を敷く。あの怖い謙信と氏康が全力でかかってくるのも民のためじゃな。どうじゃ、わしらみんな。
第4次川中島の戦いは両軍とも数千に及ぶ戦死者を出し痛み分けに終わった。関東の騒乱は収まらず、武蔵国にある上杉方の松山城が突如北条方に寝返る。謙信は越後より真冬の峠越えを強行し松山城を奪回。やがて北条に立ち向かう関東諸侯を救うべく本格的な武蔵国の制圧に乗り出す。冬の訪れとともに関東に到来した毘沙門の化身。対する氏康もまた上杉に降する諸侯を救うべく武蔵に駆けつけた。第6話、関東出兵。あの戦場が冬になると証拠りもなく関東に攻めてきやがる。自分は北方の守護神毘沙門天つってるが、冬の化身も持って任じてんのかね。奴はあの怖え嬢ちゃんも一緒になって義だの愛だのとうさんくせえったらね。ま、領地をてめえのためにかすめ取らねえ、そんな義理がたさはえれえぞ。せがれどものために謙信の着物の端でも忠義のお守りにして配りてえくらいだ。戦好きに関東は任せられねえ。ヤスとジョーシャンの尻蹴っ飛ばして本だぞ。戦バカをとっとと関東から追い出すぞ。まずは松山城を片付けろ。心を抱く火で押して取り込む。関東で吠えるだけに
正しきを示すのです。は、剣心が逃走、昇乱あれ。奴らは奴らなりに民や国のことを考えてる。だから力を示す。互いの手じゃ心なんてつかめねえ。やるって意志を見せてやらねえと。そのまま混沌へと依然。急げ綱重、磁気八幡の旗印もっと高く掲げろ。関東の連中によーく見えるようにな。はっ。しかし何故に。その旗見りゃ大抵の奴らは参る。無駄な血流さなくて済むだろう。急げ。劣勢だ。まずい。天下に正しきを示す。
をトラが救ったのかね。うさんくせえ援軍だが今はありがてえ。獅子と虎で竜退治としゃれ込むか。信玄、援軍は助かるが他にやることあんじゃねえのか。これも王道に必要なこと。わしらの戦ぶりを若い者に見せる。さすれば王道の種は芽を出す。天下にあまねくその枝を伸ばす。教育熱心なのは俺だ。そのために俺の庭を使うんじゃねえ。魔法かの者が川中島で見せた力、魔法とか否か見せてもらおうかね。平成アフリカ交代し本陣の味方と交流する。覚悟。そのまま混沌へと誘う。敵将撃ち取ったり。なんて強さだ。見事なもんじゃ。敵将撃ち取ったり。私には勝てんな。見事な武働きよ。敵将撃破。敵将撃破。最後バカをとっとと関東から追い出そう。まず松山城から片付ける。心よ、入れをして取り込む。出やったが開かれめよ。
戦バカをとっとと関東から追い出すぞ。まず松山城から片付ける。ドンドンドン。心ゆえ利用して取り込むべし。ドンドン。
も負けられぬ。どうしよう。どうどう変化に出し相手になるぞ。どう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 ど獅子の危機を虎が救っちゃおうかね。うさんくせえ援軍だが今はありがてえ。獅子と虎で幽体寺としゃり込め。いいけん気分が立ったが他にやることあんじゃねえのか。これも王道に必要なこと。わしらの戦ぶりを若い者に見せる。さすがに王道の種は埋める。天下にあまねくその枝を伸ばす。教育熱心なのは結構だがよ、そのために俺の庭を使うんじゃねえ。ドアホ、かの者が川中島で見せた力、まことか否か見せてもらおうかね。形勢不利か。交代し本陣の味方と合流する。ふっどっどっふっふっふっどっ。浮所ったり撤退だ。やるわ、我らも負けられぬ。どっふっふっどっどっ。見事な部働きを。撃破相手に不足なし。撃破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 撃ち取ったり。強い、これはかなわぬ。あっぱれなものの不要の。
日々精進せねばの。どど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 どトラがついる絢爛たる地層に通してやろで、あの戦バカを関東から追い出すことができた。ま、礼を言うぜ。だが、これで戦は終わらねえ。この乱世の終わりまで。これからはお前らの時代だ。俺
俺ら年寄りはどれだけ持つかわからねえ。いいか、俺が関東で気張ってる間にでかくなりやがれ。乱世の一つや二つ終わらせてみせろ。どっからそんな自信が出るんだ、ドアホー。な、面白い。無茶な時代を終わらすのはお前みたいな無茶なやつかもしれねえな。さあ、存分に暴れてこい。俺が見ててやる。軍神と互角にやり合った腕で天下を驚かしてきやがれ。Thank you.